もちょっと一瞬充電がやばかったので、赤充電だったのでちょっと一瞬だけ充電してから顔出しますね。お風呂入っちまった。いあいななお風呂。ゆりたささんこんばんは。石田正しさんこんばんは。ラジオバッチって何ですか。缶バッチ、名前のアバターの横についてるバッチだよ。あしらさんこんばんは。こんばんは、こんばんは、皆さんこんばんは。マーボ激辛麻婆豆腐のせいでお尻痛いです。辛すぎたんじゃん絶対に。あくしゃみ出そう、ちょっと待って、くしゃみ出そう、あーくしゃみ出そうあーうふ、えいくしゃみしてきた。ベズルダさんこんばんは。ヤクンこんばんは。オーダーフィットさんこんばんは。皆さんこんばんはです。ベストリーダーさんもこんばんはです。吉松さんもこんばんはです。よいしょ。あ、ズバン買ってきた。ずかさん何味、何味、何味にしました。早速復活ウィッツ達弘さん、ウィッツミアンちゃん、ミアンちゃん卒業なん。約了解です。お仕事頑張ってね。おやすみ、いい夢を。おなまたカエルのレインコートを着てるリナッチだそうです。カエルのレインコート可愛いんだけど。濃厚醤油にしたの。ずかさん食べました。まだ食べてはない。これからかな、これから食べます。めっちゃ美味しいから本当に。ズバン毎日少しずつ見たよっていうコメントが増えてて嬉しいです。見てくれた方いらっしゃいますか。他にもいるかな。ワクワクいるかしら。ちょっと編集しなあかんことがあったから若干編集をします。あ、全然コメント見てなかった。コメント止まってると思った。私がスライドしてなかった。白米さんこんばんは。バーベキューイベントの詳細出ました。出ました。来てくれる人しか知らへんでしょこれ。あ、カエルのアバターって言うと怒られる。カエルのレインコートを着たりなつなのって。今日誰も飯捕まえられなかったから家でおとなしくピザサイドメニュー食べた。飯捕まえられなかったってどういうことですか。ズバン買い忘れ。白米さん買えなかった。ゆうくんこんばんは。ずかさんまだ見てない。東京だもんね。関東か。ちょっとミオとジオンとシオンで何かするとかと思ってたのに。だってあーそっか、そうだよね、確かに言ってはった。土曜から大阪入り楽しみすぎるよっ楽しみすぎる。マルスさんこんばんは。チップさんもこんばんは。あ、メシ行ける人捕まえられなかった。そういうことか、そういうことか。ご飯行ける人は確かに、そうかそうか。誰もいなかったですか、ご飯行ける人。ともさんこんばんは。ズバーンズバババーン、そうなんですか。ズバーンズバババーン、なんかそういうのあったっけ。よいしょ、ちょっと編集しなあかんから編集してるな。う、編集してるな。う、よいしょ、ハイライト、なんでもないの。なんでもないんかい。今日もかわいい。トモさんありがとう。 FC さんで何名だったのかな、イベントって。おえ、あ、ファンクラブだけでですか。何人だったんやろ。ファンクラブで申し込んでくれた人の方がでも多いと思う、一般より。2日間の不在を乗り越えて先ほどミート T シャツ届きました。おー
おめでとうございます。確認済みですか？もう可愛かったですか？ただ叫んだただ叫んだだけやった。あ、みんなは仕事だった。ピザポケット、ピザポケットって何ですか？シマレナさん教習所行ってるみたいやって、その週からこっそり入場します一般で購入してくれたんですね、白米さんは。あれ一般なんですか？佐々木さんこんばんは。佐々木さんお元気ですか？ちょっと明るさ上げて、コントラスト上げて、ハイライトちょい上げ、露出は別に上げない、ブラックポイント、シャープネス、ノイズ、色合い、温かみ、ブラックポイントをちょっと、あ、ブラックポイント変えんとこ、ビデオ保存、オッケー。 BPM さんこんばんは。え、ピザポケット知らないですよ私。有名なんですか？そうなん。佐々木さんこんばんは。土曜日に前乗りしようかと企んでたけど、土曜の夜に会議開くことになった。おい、何の会議？あ、荒川祭りで、お、しゃべりクッキング、あ、おしゃべりクッキング、久しぶりだ。大さん、おしゃべりクッキングまだ言うてるずっと言ってくれる、おしゃべりクッキング。えみちやんちゃくれた、やっほーい。大さん聞いてくれるんですか、おしゃべりクッキング？おしゃべりクッキングじゃないけど、なんかフェスの、アイドルちゃんフェスの MC をさせていただくので、もしよければぜひぜひいらしてください。何保持会、保存会、うん、なんかの保存会。インスタのアカウント違いますが、ドイツ文人物ですね、よろしく。これ毎日言うてくれてありますよね、佐々木さん。お林、お林保存会って何ですか？梅田に売ってる豆田の稲荷寿司って、おいしい。豆田の稲荷寿司って何ですか？え、有名知ってる方います？店舗少ないみたい。大阪なんちゃらなんちゃら、聞いたことないな。大阪以外では違う、分からん。堺福田店かな。おさむんこんばんは。おさむんさんこんばんは。ちょっと暑い、暑ない、ちょっと暑ない、除湿っていい、よいしょ、除湿ろ。なんか今日、あのあと早く寝れたって、あのあとは思った、あの予定よりかは早く寝れましたね。ちょっと早めに前たので、時間、そうそう、なんで早く寝れたけど、でも言うて2、3時ぐらいに寝たかな多分。お祭りに太鼓叩いたり笛吹いたりするやつ、あ、おは、あれや、あ、どんな歌詞やったっけ、なな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 、五人林の笛太鼓、今日は楽しいひな祭り。なんかお囃子って歌詞ありませんっけ、そこに。なんかお囃子って歌詞あった気がする。会場30分後、ちくしょうって、ごめん、私が告知してなかったからやから、玉ねぎさん申し訳ないです。お囃子聞いたことあるな、しんじさんが指示してくれてる。トヨは3時から対面だったな、ドキ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 。ちなみに私は今日、ワクチンを打ってきましたので、はい、もう3回目接種もうバッチシで挑ませていただきます荒川祭りって N 党の子だよね。そうなんです、ピーヒャラです。ピーヒャラピーヒャラパパバラパー、
拍子を取り、または気分を出すために演奏する音楽、奏でる。名前は何と呼んだらいいですか？えみちとかって呼んでください。えみちとかえみかちゃんとか呼ばれますよく。ない、あれないっけ、歌詞。お話保存会、お話保存会しないよ。五人おはやし、五人ばやしのか。あ、そこか、そこ。私知り合いの上やってるところのアイドル出るのにポケットファントム。あ、そうなんですか、大さん。え、来てくれるの？自分が土曜日しか空いてなかったからねって。なるほどね、土曜日なら会議できるよ言うて。無接種より2回接種の感染率が上がったらしい。嘘、まさかのまさかの、そんなことある？絶対あかんやんそれは。えみちゃん違和感？えみちゃん結構、えみちゃんも呼ばれるし、えみかちゃん、えみかちゃんの方が多い。あとは明日になっても熱が出ないと。そうなんです、初めて日本で打つんですよ。そう、初めて日本で打つので、飲む薬も日本用や、日本の薬やからどんな感じになるかわからん。3回目のワクチンは2日目に副作用出やすいから覚悟して。2日目、今日打ったら明日ってことですか、それとも明後日ですか？ピオさんこんばんは。ミトポンがいたら行くかもな。え、聞いてくださいよ大さん。発熱しないか心配だが多分するね。うん。こんばんちひーとオールナイトニッポンとかだったりって。ピオスさんこんばんは。え、今日がちひーオールナイトニッポン？兄様ちゃんって書いてる。兄様ちゃん、言い方言い方。2回接種した人が無接種の人より数が多いから。あ、そういうこと。あ、それは確かにそうかも、それはそうかもしれん。解除になるまで仕事しまして。あ、了解、玉ねぎさん。いってらっしゃい。あくまいさんファンレベアップ、ナイスです。いや、あれは次の日に熱出たって。24時間後ぐらい？どれぐらいに出た？すぐ？今日私5時ぐらいに打ってて、で2回目は24時間後ぴったりぐらいに出たんよ確か。ポケットファントムのミトポンは昔チェキ界で頬にキスしてきたえげつなやつ。やばいやばいやばい、それやばいね。ちひラジオこんばんって。数じゃなくて率やって。一度も熱出ない？ずかさん朝の5時に、朝の5時にワクチン打つのめっちゃ強ない？やる気満々やん。夜です、夕方です。じいじは37ちょいしか出ませんでした。だっていいな、しっかり38ぐらい出ましたよ。2回は打ったけど3回目打てない人多いからね。だってなんか本当は別に打たなくてもいいかなと思ったんですけど、移動したりするから、飛行機に乗ったり、そう、そういう時に3回目接種ってこう今なんか境目になってるから、そうなんかね、いいようにさ、例えばなんだろう、隔離が短いとか買い物に行けるとか何かあるのなら3回目打った方がいいなと思って。あ、5時ぐらいに打って次の日の朝起きたら熱出てたって。ゆうやくんともう年近いからそれぐらいな かもしれんね。ほんなら若い証拠って言ってくれてる。ロックの日、今日はちなみにドナルドダックの誕生日です。14時に打って次の日の朝6時に38度出ましたなんて。やっぱ次の日なんや。3回とも何も起こらんかった。おじいちゃん。おほはあかんやろ、やるならべ。なんでベロ家で言うと常年対応だる。マジでしようとしてから、ね、やばい。カズさんこんばんは。3回とも何もなし。ターボもおじいちゃん。そう、おじいちゃんやとあんま出ないって聞いた。でも全部モデルナです。なんか変えると結構きつくなるって聞いたので、一応変えなかった。うん。それから3日間熱にうなされました。やばくない、やばくない。私、今日何日？9やろ？今日9ですよね。
12日がイベントなので10、11、12まで出たらもうイベント無理なのよ。そのイベントギリギリ前に売ったんで、おじいちゃんは否定しないって。そうだけど2人ともおじいちゃん否定してない。江口もそれやってもええで。江口って言われて反応できやんかった。私のことか。かろうじて江口も許すわって。江口言われるの初めて。江口呼び、そうそうそう。普段熱出ないからたまに出るともうしんどいの本当に。そう、普段出ないから急に出てられるとびっくりしちゃうの体が本当に。聞いてない聞いてないみたいな、こんなん聞いてないってなる。マジで音楽が鳴らない。セミコースコンプリートナイス、ありがとうございます。最近道配信見ずしてたからな、寝落ちしたから見るのやめた説。おいおいおい、寝落ちして見るのやめた、ダメだよダメだよ。毎日やってるのでいっぱい見に来てください。ピオスさん、あ、もうちょっと左手に違和感あるわ。早い？そう。運動できなくなるかもしらへんなと思って、今日しっかり朝あの体動かしてきました。明日もし熱で死んでたらね、運動できひんから。あんたの配信で黒沢俊夫さんの名曲流れてますよ。すごい。あんた何でしたっけ、アプリポコちゃん。お風呂入ってると星集めでけん、その前に投げとらん。あらら、お風呂結構長い。えみちの声が子守歌になっとるやんって私結構言われます。声のトーンが子守歌っぽいって。人生でもやつ2回だけ。え、めっちゃすごい。ペペさんいらっしゃい。何キャラメル？サバキャラメル？わ、お魚にキャラメルや。もうずっと最近ずっと最近お魚キャラメルじゃないですか。まずそうやけど。ポコちゃんか、ポコちゃん40分まあまあ入りますね。私と同じくらい。今日お風呂入って使ってもいいですよって言われたけど、あまり長湯しないようにって言われた。声綺麗ですか？本当に嬉しい。声でもなんかヘルツ的に言うとこう人の何邪魔をしないから、カフェとかですいませんって言っても絶対誰も届かない。好きや、いいですね。チップさん、あれもいつものようにフルでコーラ飲みながら寝てますわ。寝てるじゃない見てますわ。お風呂でコーラ飲みながら最高。眠くなるヘルツちょうどいいんでしょう。でもたまにいるじゃないですか、結構なんか眠い時にこの声聞きたくないなっていうヘルツの人ね。そろそろ違うの用意します。え、マジでお願いします。え、どんだけまずいの。私結構思いつく気がします。多分トマト生クリーム添えとか嫌じゃない？あとなんやろ、例えば明太チョコレートとか。え、まずそう。あとなんやろ、マヨネーズショートケーキとか。あ、やばい、めっちゃあの減らしちゃった。数減らしちゃった。NMB で何回選抜してましたっけって。選抜はないんですよね。そう、 AKB のカップリングの NMB 選抜は1回あるんですけど、そう NMB のシングルではないんですよね。 AKB のジャンケンシングルの NMB の単体のシングルではないです、はい。そう、でもキャプテンやらせていただきました。そう、でも AKB で選抜出させていただいたの で NMB でもその何カップリングの方やけど、 AKB のシングルの NMB 曲の選抜だったので、ちょくちょく歌番組にも出させていただいてました。だから全然何やろこう嫌やとかはないです。全然全うしました。明後日から5連休。めっちゃいい、すごい。
江口荒川祭りの夏目ちゃんと党の参議院選のウグイス城やれば。ウグイス城ってあれですよね、あの車に乗ってあのお話しするんですよね。当てる？自分は10分ぐらい風呂にあまり浸からない、すぐのぼせる。私めっちゃ疲れていたいんですよね。スペインで疲れない分、日本にいたらどんだけしんどくても疲れたいっていう。先に言わないで、めっちゃ言ってた、めっちゃ言ってた。えいちゃんの生誕にて発表されます。あ、いついつ？えきちキャプテン、あ、B2 の、そう、B2、チーム B2 のキャプテン2回させていただきました。前の時は1時間お風呂入ったの。お、私と似てる。コロコロマンさん、こんばんは。かわいい。やほい。17日、有給所得済み。お、すごい。え、予想当たったんですか？強っ。予想が当たったんですか？めっちゃ強い。10分しか風呂入らん。約8分しか。長くて半入るか。もう、え、すごいですね。シャワー、ほぼシャワーってことですか？あ、今日取った。早っ。すごい。行動力が半端なかった。めっちゃさすが。姿勢よくおろ。当てるだけ。あ、そっか、当てなあかんねや。え、当ててください、当ててください、本当に当ててください。使っておしまい。体とか洗うことすら。え、ピアスさん体洗わないんですか？洗った方がいいよ絶対。それは洗ってください。夏は風呂には浸からない、シャワー暑すぎて疲れないっていう方はいるよね、確かにね。B2 のキャプテン足ところって確かやけども、だ、渚、渋谷渚や川若道広が研究生時代やろ。その時もキャプテンやらせていただいたし、あと凪ちゃんと千尋が昇格して同じチームになって、そこでもやってました。2回やってるんで2世代みたいな感じやから、よいしょ。どっちのチーム B2 もやってましたよ。お風呂毎回2時間入ってしまう。うすごい。1時間半、1時間半身浴、もう1時間ゆっくりタイム。ゆっくりタイム何するので、トークまだ決まらん。まだ発表されてないです。久しぶりに公演応募したけど、まだクレジットカード使えない。え、クレジットカード使えないんですか？まさか、無理じゃん。じゃんけんの時 NMB メンバー勝ち残ると嬉しくて、いやーもう嬉しいですよね、それね。もうね、運だもん本当に。 NMB48 2014年リカー50純愛のクレッシェンド意味か見てる。うすごい、見つけ出したんですか？半年に1回か2回くらいやな、洗うの。え、絶対もっと早く洗った方がいいですよ、ピューさん。絶対早く洗った方がいい。ちょっと汚いと思う多分汚いと思う。半年に1回か2回浸かるかなとかやったら、全然、まあ、シャワー浴びてるし、外国の方とかもそんな感じやと思うけど、多分ね、洗った方がいいですよ絶対に。いや絶対洗ってください。風呂で携帯触ってたら2時間経つ。え、でも分かる、2時間も入ってたこともある。うん、正直あります。ちなみに最初の頃って日産スタジアムの総選挙の頃で、初の立候補生で卒業生も出ちゃうなだって。ああそうなのか、よく知ってますね大さん。タモリさんはフルで体洗わないらしい。そうなんですか？どこで洗うんですか？絶対お風呂で体洗った方がいいですよ皆さん。でも絶対洗った方がいいよね。うん、ニキリンよりマシじゃん、だって。どういうこと？長、お風呂長い？春夏秋冬約4回しかって。なんでなんですか？なんで洗わんの？あんまり、もし洗わへんとしてもあんまり大声で言わん方がいいと思う
あんまり言わない方がいいと思う。無事にポコチェレ終わりました。ポコチェレ、ポコチェレって言うんですか。夏が苦手なただゆきんにかわいい。ゆくりんできればお風呂入りたくないって。できればですよね。でも絶対入ってはると思う。できれば入りたくない人は世界にたくさんいると思うけど、でも皆さん絶対入ってると思います。ヒロ、ヒロさん、にちゃん、にちゃん、絶対入った方がいいですよ。銭湯行くときしか笑んのよね、ぶっちゃけ。絶対洗った方がいいです、マジで。ピューさん、匂いとか大丈夫なんですか。え、分からへん。そんなにさ、洗ったことが、洗わへんかったこと、そんなに洗わへんかったことがないからさ。だって例えばです、3日間風邪とかでお風呂入られへんかったとかなったらもう無理やもん、本当に。なんか無理だもんそれ、気持ち悪くて。え、 3,4 日入らない時あるとしたら、マジですか。なんかそう、風邪とかで3日入らへんやったら気持ち悪い、私は。うん、言うようだってお風呂入らへんかったら病気になるって入らないとはって、入らないとはってなりますよね、シンジさん。休みが続いたら入らないって。あ、そうなんですか。まあ誰とも会わへんかったらワンチャンいいんですか。でも、え、わかんない。コロナで入院中、5日間風呂入れなかったり、うわー辛い、辛かったでしょ、ゆっき。私もうお風呂入れないの辛い、絶対。なんかお風呂に浸かれないやったらまだワンチャンこう、なんやろやろ、まあ、生きていける、シャワーがあれば。で、1日お風呂に入れないっていうのもさ結構いけるけど、